赤土坂駅は、かつて、岐阜県関四五谷にあった名鉄美濃町線の駅である。2005年、美濃町線の廃線に伴い廃止された。かつての急行停車駅。美濃町線が前身である、美濃電気軌道の路線として1911年に開業したのに合わせて開設された。1928年から、しばらくの間は休止されていた。列車交換が可能な無人駅で、 島式ホーム一面二線。ホーム中央部に屋根がある。昼間の30分ヘッドの運転の時は東駅で列車交換をしており、タブレットの受け渡しをしやすくするために右側通行で行き違っていた。国土地理院2.5万地下図、美野関、1992年修正版。AB 名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年市名古屋鉄道。 1994年、651から653ページ。川島敬造、全国鉄道事情大研究名古屋北部、岐阜編1、創始者。1997年、193ページ。ISBN4 から794207964。ABC、岐阜のちんちん、電車岐阜市内線と美濃町、伊比、谷組線の85年強度出版社。 1997年、219から230ページ。ISBN4 から876700974。AB 今尾圭介、日本鉄道旅行地図帳7東海、新庁舎、2008年、51から52ページ。ISBN978 から4から10から79万25から8。名古屋鉄道広報宣伝部。 名古屋鉄道100年史名古屋鉄道、1994年、880ページ。宮脇俊蔵原田勝正、東京、横浜、千葉、名古屋の私鉄小学館、1993年、209ページ、ISBN 978から40億9395万4112、高速特急名古屋仙台や変更。関市。 2017年6月13日時点のオリジナルよりアーカイブ2017年6月13日閲覧セキシティバスマップ路線図2017年4月1日改正2017年6月13日閲覧ありがとうございます